俺は今命を奪われようとしている。うわ、助けてくれ。一体なんでこんなことになってしまったんだ。俺の名前は不破博士、25歳。おりゃすっげー。見ての通り最強のボディを持つボディビルダーだ。当然ながら俺は人生の全てを筋トレに捧げている。ふんおっ、うわ。週7日のトレーニングジム通いを欠かさない。筋トレは嘘をつかない。最強のボディを武器に俺は日常生活でも好き放題だ。電車に乗ったらこんな感じだし、ラーメン屋の行列に横入りしたって誰も文句を言わない。俺は口だけでなく実際に強いから仕方ない。うっしゃ、どう、強い。体のデカさとパワーを生かし腕相撲大会でも優勝経験がある。もちろん街を歩けば。ねえ、あの人すごくない？でか。女子たちの注目の的だ。そう、俺は一般人とは違うのだ。俺はボディビルダーとしてプライドを持って生きている。日々の努力の積み重ねでこの最強ボディを築き上げたんだ。そんなある日のジム帰り、海岸沿いを歩いていると、お、何かイベントやってるのか。浜辺の人だかりを見つけたので行ってみた。その輪に近づいてみると、どうやら格闘イベントが行われるようだ。お兄さん、すごい体だね。どうも。俺は関係者の人に声をかけられた。どうやらこの人は格闘大会の主催者らしく。格闘技の試合に出てみない？え、俺が？この日の大会の前座試合の受付をしていて、体のごつさから俺は声をかけられたようだ。よく見渡してみると、大会というのは格闘技の猛者が集まるあの有名イベントだった。 KOF の格闘大会が行われるのか。そのため会場にはすでに多くの観衆が集まり賑わっている。前座ながらファイトマネーも出るらしい。1試合で4000円出すよ。4000円？勝ったら2倍出すよ。計8000円。どうせ俺にかなうやつなんかいない。1分で倒して8000円もらえたら美味しいな。俺は自分の力を示したくなり参戦することを決めた。わかりました、やります。おお、さすがお兄さん、粋だね。この時俺はこれが人生を変える選択になってしまうことを知る由もなかった。俺の対戦相手はというと、なんと19歳のひょろがりだった。おいおい、こいつ体も細いし弱そうだな。いくらなんでも俺の相手ではないだろう。体格差からもさすがに余裕だと思った。そして運命のゴングが打ち鳴らされた。いいんだね、やっちゃって。こんなラッキーな相手はいない。一撃で倒してやるよ。俺は軽快なステップを刻んでリング中央へと歩みを進めた。パワーなめんなよ。どうせなら一発 KO で会場を沸かせてやろう。俺はどんどん欲が出てきた。しかし直後、悲劇に見舞われたのは俺だった。あ、まずい。どういうことだ。いきなり相手のパンチが俺の顔面を襲った。まともにパンチを浴びた俺はふらついてしまい、さらに完璧なハイキックを浴びる。なんとか反撃に出ようとするが、今度は胸部に相手の飛び膝蹴りが突き刺さった。ちょっと待て、なぜ俺がこんなひょろがりに。一体どうなってるんだ。その後も容赦なく俺は相手の連続攻撃を浴び続けた。そして試合開始から36秒、俺はステージのど真ん中に沈んだ。あまりに一方的な試合展開に場内は騒然。危険な状態だ、早く運んでやれ。 KO 負けした俺は意識を失い緊急搬送された。結果、俺は胸部外傷、腹部外傷、心挫傷、消化管出血などの重傷を負い、長期の入院生活を余儀なくされた。しかし、あの一戦で浴びたダメージはあまりに大きく、容体は回復することなく、試合から3週間後、俺は誰に見守られることなく他界した。甘かった。ただマッチョなだけでは格闘技の世界では通用しなかった。今さらどれだけ反省したって、俺はもう人生に返り咲くことはない。